弘前市出身の俳優朝倉唯。朝倉さんは毎週日曜午前9時からテレビ朝日系列で放送している仮面ライダー生誕50周年記念作品仮面ライダーリバイスに出演しています。しかし幼い時は仮面ライダーという作品に怖さを感じていたといいます。仮面ライダーは結構なんか大人の方向けのイメージ、結構物語も結構しっかり難しくて、やっぱり結構敵もすごい怖くてっていう、なんかちっちゃい頃のイメージだと結構ダークなイメージがありますね。そんな朝倉さんが演じるのは悪の女王だったものの、それまでに重ねた自らの罪を償うために仮面ライダーアギレラに変身した女性、夏木花です。自分がこう悪役をやれる機会っていうのはやっぱなかなかないので、それもすごく楽しみだなって決まった時は思いました。私もまさかこう変身するなんてもう全然わからなかったし、その予定も多分なかったと思うので、変身っていうセリフを言うのってなんかなかなかできないことなので、それをさせていただけるのはすごくありがたいなと思いました。1年間夏木花という一人の女性を演じることで自身も成長したといいます。一番こう変化がいろいろあったキャラクターだなと思いますし、その役を演じる中で私自身もすごく変化があった1年なので、夏木花の生き方と私の生き方がすごくなんかシンクロしていて、そこはなんかまあ面白いなって思いますね。朝倉さんは高校卒業まで地元の弘前市で過ごしながら、キラキラと輝いて見える芸能界に憧れを持っていました。もうやっぱりこう物理的にやっぱり距離があるので、なかなかそこはすごく私ももどかしいなって思う時期はあったんですけど、やっぱりその大学の進学のタイミングでやっぱりこう私も東京に出るために頑張って勉強して上京したんですけど、そこがでもきっかけですね。仮面ライダーへの出演をきっかけに多くの雑誌の表紙を飾るなど、その人気は全国区に。今回およそ1年ぶりの帰省となりました。純粋に嬉しい気持ちでいっぱいで、ちょっとなんか泣いちゃったんですけど、やっぱりそのあの瞬間にやっぱりこう自分の居場所ってここにあるんだなっていうのと、いつでも帰れる場所があるんだっていうなんか安心感と、すごいなんか弘前に生まれてよかったなっていうのはすごい思いましたね。弘前っていう自分の居場所がないと、やっぱりこう東京でも頑張れないっていうぐらい私にとってはすごい心強い存在になってますね。大好きな地元で仕事をすることを願っていた朝倉さん、5日には弘前ねぷた祭りにゲスト出演しました。今回こうやって初めてお仕事で弘前に帰ってくるというのはなんかすごくやっぱり光栄ですし、自分が今までこう一歩ずつ頑張ってきたことがその形になったのかなっていうのは、今回こうねぶた祭りに呼んでいただいたことにもすごいつながってるなと思います。沿道には仮面ライダーファンの姿も。可愛かった。弘前にああいう仮面ライダーに出てるっていうのが、こうちっちゃい子とかもみんな見てるんで、もう頑張ってほしいです。弘前に住んでる方々の温かさが私は本当に一番好きなところなので、私もその良さ、弘前の全ての良さを自分の活動を通して発信していけるように、これからも頑張っていきたいなと思ってます。